とう、こっちだ。急げ、次が来るぞ。ほら、ギリ、立て直せ。援護するよ。旅の皇帝と日取りは了承した。ノクティス王子の出発を認める。ありがとうございます陛下。旅の無事を祈る。下がってよい。はい。おっと、まあ王子なんだろうけどさ。予想はしていたが。ビシッとしろよ、ああいう時くらい。ノクティス王子。何？いろいろと言い忘れてな。大事な友人たちに迷惑をかけないように。そんなことわざわざ。知っての通り頼りない息子だが、どうかよろしく頼む。お任せください。必ず無事に王子オルチシエまでお連れします。僕もです。行くぞ。コールが車で待ってんだろ。ドラッド、よろしくな。くれぐれも未来の奥方へ失礼のないようにな。どうぞそちらもニフルハイム帝国様に失礼のないようにな。心配などいるものか。お互い様。いいか、途中で投げ出すことは許されない。投げ出すかよ。すぐに帰れないことだけは覚悟しておきなさい。んな簡単に帰らないし、ご安心を。気をつけていくんだぞ。ルシス王家の人間として、このレギスの息子として、常に胸を張れ。
ダメだな。こいつが外の厳しさか。仕方ないさ。さて、また押してくしかねえな。はあ、俺も喉渇いて死にそう。おい、起きろ。うん、俺、働き。スカ、車って乗るもんだよね。乗るもんだろ。いいから準備、行くぞ。はい。せーの。ないわ。ないよな。ノクティス王子、調子に乗りすぎたな。しょうがないでしょ。なんとも幸先の悪い。グラディア頼む。なんだ、一人で押してくれ。バカ言ってんじゃねえ。でも俺ら手離しても変わんないでしょ。プロンプター話してねえだろうな。無駄に話していると疲れるぞ。エグに席変われ。さっき勝ったばっかりだろ。ノクト、次俺でしょ。だそうだ。あー、手痛い。おい、手抜くなよ。はいはいはい。電話は？やはり話中だ。っていうかさ、おかしくない？ハンマーヘッドもっと近いでしょ。さっきの地図の通りだが。すげえ近所だったよな。なあ、かなりね。世界地図で見りゃな。世界広いわ。実感できるな。この実感嫌でしょ。お前ら押してるか。押してるよ。押してる。As you stay, stand by. おい、待ってたよ。どれが王子？お、はじめまして、王子。結婚おめでとう。いや、まだだから。気味軽なフレーナ様の結婚相手か。遅くなって申し訳ない。あっちでジージが待ちくたびれてるよ。あんたは？シドニー、シドソフィアの孫娘。ここの整備士。さっさと運ばせろ。親父は大事に使えって言わなかったのか。そいつは繊細なんだぞ。ノクティス王子か。お、まあ。親父の威厳はそっくり拭き取ったような顔だな。は？いろいろ控えた大事な旅なんだろう。もっとしまった顔できねえもんかね。こいつはすぐにはできねえぞ。中に運んだら適当に遊んでな。じゃあこの子中に入れようか。こっちだよ。しばらくここに滞在か。どんくらいかかるんだろう。ま、のんびり行こうぜ。あ、王子！王子、
この辺りは初めてだよね。地図あげるからいろいろ見ておいで。よし、自由行動だ。あ、エボニーだ。ここにも売ってんだ。イグニス喜ぶな。あれ、ギルって何？ノクト、ここオートの金使えないよ。ならイグニスが用意してきたんだろう。聞いてみる。宿泊と自炊。いらっしゃいませ。ノクト、ちょっといいか。整備費用の支払いでもう金がない。シドニーに相談しようと思う。まさかの一文なしか。ああ、そうなる。だがよ、整備代にしちゃ高すぎねえか。あのじいさん。あれ、まだ整備中だよ。どうしたの？整備代高いかなって。ん？なるほど、じいじだね。外の厳しさを教えるってこれか。君たちに野獣退治で稼がせろってさっきじいじが依頼を取ってきたの。じゃあバイト代出すから頑張ってみる。場所はこの辺だよ。まさかのじいじの試練。やるしかないね。でも夜行っちゃダメだよ。死骸が出て危ないから。ジーズには内緒。これ前金ね。それだけあれば泊まれるでしょ。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。まずはこいつらだ。やるぞ、ノクト。
の調子だノクト。ああ、これで満足だろ。よし、次の地点へ向かおう。次はこいつらだね。ガンガン行こう。さっさと行くぞ。今回の旅ってさ、どういう予定だっけ？ハンマーヘッドで整備が終わったら、ガーディナと船場に向かう。ガーディナからは船だぜ。で、着いた先で王子の結婚式だな。そっか、車の整備待ちしたらガーディナで船ね。何してんだノクト。危ないからやめてくんない？ノクト、シフトブレイクして敵のガードを崩せ。よし、ノクト、能力使いすぎてくたばるんじゃねえぞ。隠れて返しろ。もらった。どうよ。よっしゃ、見てみる。シドニーから？なんだって？デイブってやつを探してくれって。行方不明なのか？いや、すぐ近くの小屋にいるらしい。手紙？
こいつ。ちょっと大丈夫、助かったぜ。気をつけろ、来るぞ。よし、死ねえぞ。行くぞ。すげえ。ああ、ノックオン。はいよ。ノックオン、うまいことやるじゃねえか。とどめかな。全員無事だな。先行こうぜ。おい、あっちにも小屋が見えるぜ。いや、待ってくれ。提案がある。なんだあいつ。凍鉄というモンスターだな。あの鋭い牙を獲物に使って巣穴から引き出して食べるらしい。それさ、相当だね。性格的に関わりたく。大丈夫か。ああ、なんとか。はっ、それいや、イグニス頼むぞ。ああ、くそ、早くて。はっ、ロクト。ザンケ。ああ、はい、プロンプト。だな。はいはい、行くぞ。そこに誰かいるのか。あんた、ハンターのデイブか。探したぜ。おい、大丈夫か。ああ、俺を探しに来たのか。ちょっと足をくじいてしまってね。なあ、近くに様子のおかしい野獣がいるんだ。ほとんど倒したんだが、まだ一匹残ってる。できればここで仕留めてしまいたい。君はハンターではなさそうだが、頼めるか。放置できないほど危険なんだな。情報を教えてくれ。オンに切る。じゃあ奴の居場所を詳しく教えよう。ノクト、人に被害が出てはまずい。ここは王子として地域の安全を守ろう。一旦休憩して体勢を整えよう。よし、近くの調べでキャンプをしよう。ここじゃだいぶハンターが活躍してるみてえだな。あの人たちって警護隊の代わり？民間の組織だが役割は同じだな。
俺らよりよっぽど実戦経験してんだろ。俺、彼らの前でこれ着られないな。なんだよ、特別に作ってもらったんだろ。ご丁寧に紋章までついて。警護隊支給の服は身分証明でもあるからな。大事にしてくれ。よし、着いた。今日はここまでだな。キャンプか。今持っている食材をすぐに確認しよう。あれ、あいつ？うん、誰かいた？いや、なんでもない。一番詳しいって？陛下の旅の間、シドがあの車を見てたんだからな。波の整備士では扱えないそうだ。複雑そうだもんね、レガリアって。遠い場所じゃ下手に壊せねえぞ。っていうかね、壊したら殺すって命してたから。大事な車だ、大切に乗ろう。そうだな。はあ、俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。
見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわっ！おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。うわっ！さあ、こっからだぜ。ラディオ、フラット。じゃあそれで。工場まで戻っておいで。分かった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ？やっぱ。でっか。あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。
どの辺まで行く？時間はまだいっぱいあるね。うわぁ、シャレになんない。って滑った。さっきから何の真似だ、ノクト。ふざけてねえでさっさと行くぞ。悪いな。そうだな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。
なんだ？やっぱ！でっか！あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。笑えない冗談はよせ。よし、着いた。任せたね。ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？はいはい、やります。元気いいな。まあ実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。準備はできているか？あ、ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行きゃいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお。あ、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺車考える。
すまないね。休憩しようよ。休憩だな。喉乾いた。よし、やってこうぜ。無駄遣いするなよ。うん、ありがとう。荷物を届けてくれたか。後でうちのが運ぶから、車はそのままでいいよ。アンブラ、届け物か。ご苦労様。よくここが分かったな。有能な伝達役だからな。いつもどうやって来てんの？ちょっと待ってな。花だ。この間冠を作ったお花です。うん、覚えてる。ジールの花。あの、うん、お帰りになるとき、この手帳もお持ちになってもらえませんか？うん。そしてよかったらノクティス様にも何か貼ってほしいのです。いいぞ、気をつけて帰れよ。答えないだろうけどさ、一応。じゃあ聞くな。それって何してんの？だよね。荷物も届けたし、ガーディナに向かおう。ちょっといいかい？さっきの荷物にメルダシオ宛てのが紛れててさ。メルダシオ、ハンターの教会か。ああ、近くにそこの偉い人が来てるんだけど、探して届く。ノクト、ついでだし持ってってあげようよ。準備はできているか？あ、よし、行くか。次のニュースです。ルナ・フレーナ様が停戦協定についてのご自身の声明を発表されました。この度は停戦協定の締結が決まり、大変嬉しく思っています。そして皆さんご存知の通り、私は婚約のお話をいただきました。今後カンナギの務めをどう果たしていくのか心配する声が多くあると聞いていますが、結婚を境にカンナギの使命が変わることはありません。これまでと同じように私は皆さんの住む地を訪れ、祈りを捧げていきます。ルナ・フレーナ様は結婚式のため近くテネブラへを出発されるとのことで、式を終えられるまでの間、カンナギの公式な訪問は一時的に休止されます。え、協定で？ああ、
そこで決まったんだ。平和の象徴ってやつだな。半分政略的な結婚じゃん。だがルナ・フレーナ様も望まれてのことらしい。新郎も文句はねえんだろ。あ、何それ、テレ。はあ、島だ。山とか島とかはいいから、リゾート地だよ。柔らかいベッドとマッサージ、あと料理だな。あそこは魚がうまいらしい。ああ楽しみだな。回復系のアイテム買わないとね。あ、意外と真面目じゃん。意外って何？意外って。今日はどんな武器が欲しいんだ？また来いよ。やっと着いたな。船旅か、初めてだ。楽しみだな。いらっしゃいませ。またお待ちしております。ガーディナにようこそ。残念なお知らせです。はあ？船乗りに来たんでしょ。そうだけど。うん、出てないってさ。なんだあんた。待つの嫌なんだよね。帰ろうかって思って。停戦の影響かな。停戦記念にコインでも出たのか。え、マジで。出ねえよ、それ。お小遣い。は？おい、あんた何なんだ。見ての通りの一般人。ねえわ。船が出てないって本当かな。そんなはずはないと思うが。ま、行って確認してみようぜ。本当に綺麗ね。ああ、ずっと見ていた。ようこそお越しくださいました。ご注文をお伺いします。メニューはこちらです。何が聞きたいの？
倒してくれればありがたいけど。またいらしてくださいね。長旅で疲れたな。いらっしゃいませ。かしこまりました。オルティシエを出られないんだって。その筋の情報によると急に帰省されたんだそうで。で、君らノクティス王子ご一行だろ。こんにちは、俺ディーノ。あ、俺新聞記者だからいろいろ知ってんの。高級車でハンター始めたのも知ってるし。お忍びだろ。記事にされたくないよな。なあ、ちょっと俺の話聞かない？じゃ聞いてやる。なあ、ノリいいじゃん。じゃ静かして。場所の印つけといたんで、原石取ってきて。これ宝石の原石。代わりに船乗れるよう話つけてやるよ。ダメなら王子の情報売っちゃう感じで。じゃあ次の機会に。原石持ってきてくれればいいだけだよ。ご苦労様。完全に王子って知ってたね。ま、しっかり隠してもいなかったろ。新聞記者と言っていたな。乗船できるかはともかく、敵対はしたくない。船、明日にはちゃんと出るのかしら。どうした？散歩中か？仲間とはぐれたか？じゃあ腹減ってる。減ってんのか。ああ、分かった。ちょっと待ってろ。なんか探してこねえとな。猫の餌か？近くで釣りでもする？そうだな、やってみるか。Thank you.
少し感じて投げた方がいいぜ。ごちそう。お、やったな、木刀。ほら、釣ってきたぞ。え？魚嫌いなのか？ああ、レストランに行ってこいと。ガーディナにようこそ。
ここ猫が食えそうなものってあるか。新しい冷やかしかしら。え、あ、いや、あ、あっちに猫が冗談よ、事情は分かってるわ。あの子のご飯なら作ってあげる。ただ材料がね、今からお客さんに出す分で最後なの。だからこの魚を一匹調達してきてね。次の後はオートにお連れするの、ルナフレーナ様。お、まあな、すぐじゃねえけど。おお、しかしノクトが結婚か。あね、実際のとこどんな心境。別にな、ごまかした。嬉しくないわけないよな。変わるか。またまた。待っててね。あなたいい人ね。でも気をつけなさい。猫って執着するし、何より美食家よ。美食家ね。下手なご飯じゃ満足しないの。はい、これ持ってってあげてね。来たぞ。この贅沢猫。懐かれたっぽい。どうだろう。執着されてしまうかもな。されちまうと大変だぜ。ほんと疲れた。いい朝だな。あ、
ノクト、クローズネスト行かない？またジャンクフードか。体にも悪いし、太るぞ。そうね。君たちか。この前は世話になったな。あんたに荷物だよ。そうか、手間をかけたな。また集まってしまったか。あの荷物、なんか集めてんの？興味あるかい？ドッグタグ。普段ハンターが身につけているものだよ。名前とか書かれてるやつだよね。集まっちまったってことは、ハンターは危険な仕事だからな。命を落とせば帰還できるのはこれだけ。生きてる人間が回収して遺族に渡すんだよ。今もちょうどこの辺を探そうとしていたところだ。マジかよ。君たちもし近くでドッグタグを見つけたら、俺のところに届けてくれないか。まあ、わかった。話によると、この近くに一つあるみたいでね。ここの情報屋にも話を聞いてみてくれ。ドッグタグか。遺族の思いを考えれば、回収してやりたいが。そうだね、確かに。情報屋にでも行ってみるか。旅の宿はお決まりですか？極上の時間を過ごしたいならリーフウェイへ。超一流のおもてなしが旅の思い出を素晴らしいものに。クローズネストにようこそ。何にいたします？何をお知りになりたいんで？メニューはこちらです。かしこまりました。いただきます。これなら再現できそうだな。手ごわいやつらばかりですよ。ありがとうございます。この辺も面倒な野獣が増えてきたよな。靴の中砂入ってるな。じゃあ取れよ。ああ。今度は何？
確かこっちに。無事に済んだな。蒸し暑いな。そうだね。見つけてきてくれたんだな。ありがとう。いや、ただあまり暗く、そうは言って、これを回収する意味は、だが、それで、それもまた、ハンターたち。準備はできているか？あ、イグニス、止めてくれ。わかった。気分転換にはなるな。イグニス、頼むわ。行くぞ。はいよ。
原石があるってのはこの辺りか。多分な。探してみるか。いい塗料になりそうだな。うあれに近づくわけ？起こすんじゃねえぞ。迫力あったな。タビマン、ここまでかって思ったよ。さすがにあれと戦うのはやべえか。無理だと思った方がいい。ノクト、薬類の買い足しは忘れずにな。あいよ。雰囲気すっごくいい。風が気持ちいい。海って思った以上に悪くはないかもな。そうか、お前あんま海知らねえんだよな。
ガーディナにようこそ。新聞記者兼アクセサリー屋で、これでまたいいの作れちゃうじゃん。感じ悪かったでしょ。これ結構希少品で何癖つく。あの男でこれ宣伝。はい、俺の作品ごひいきにどうぞ。本当に就任記念硬貨なら一般には配られていないはずだ。お小遣いって言ってたけど、宿代にでも使っ、そうそう、乗船手続きちゃんとやってるよ。原石がもうほんと嬉しかったからさ。で、問題なく許可取れそうなんで、準備できたら俺んとこ来て。まさか本気で手続きしているとは思わなかった。出発準備できたって。しっかり準備してきなよ。原石すげえ喜んでたな。作品くれたし。頼んだら何か作ってくれるかな。マジ早いな。船が来んの明日だよ。ちょっとホテルに泊まってて。まだ日高いぜ。まあいいんじゃね。おはよう。イグニスは？すぐ戻ってくるだろう。なんだよ。どの新聞も同じだ。何が？オートが陥落した。はあ？何言ってんだよ。落ち着いて聞いてくれ、ノクト。落ち着いてんだろ、俺は。インソムニアがニフルハイム帝国軍の襲撃を受けたらしい。昨日の夜、調印式の席で騒ぎがあった。帝国軍はオート城周辺を爆撃。国王陛下が死亡。おい待てよ。知らされていなかった。何がだよ一体。調印式は昨日だった。
そして王とは。バカ言うな、俺たちはオルツシエに向かってたさ。だが襲撃されたと報じられている。今朝の国内全ての新聞にだ。冗談だと、いいのに。他に情報は、自分たちで見てくるしかねってことか。なら、インソムニアに戻ろう。危険がないとは限らない。ここにいたって同じだろ。どうだ、みんな無事かな。無事なわけねえし。まだわからない。はあ、町も城も襲撃されてんだぞ。落ち着け。親父も騙されやがって。おい、帝国に裏切られたんだね。真実はまだわからない。だから戻るんだ。ふざけやがって。何が停戦だ。生産されている人型の兵器だ。本当に停戦協定はなくなっちゃったんだ。あれ見て。王都周辺は封鎖されているのか。先には進めねえな。迂回しようぜ。少し行けば、王都が見える場所に出るだろう。帝国軍、このくらいなら片付けそうか。ああ、蹴散らしてやる。停戦もなんもねえからな。Yeah.
容赦なく攻撃してくるぞ。
停戦協定については今回の事件を受け当面の凍結が発表されました。また崩御されたレギス国王陛下に続きノクティス王子、そしてテネブラへのフルーレ家カンナギ、ルナ・フレーナ様のご逝去が新たに確認され。消すな。ごめんいらねえよ。どうしたらいいんだよ。親父は、ルーナは、王子が死んだってどういうことだ。説明しろ。俺はここを出てハンマーヘッドへ向かう。はあ？陛下は亡くなられた。何が起きたかは必ず教える。まずそこを動け。また会おう。将軍か。なんとハンマーヘッドに行くって。陛下は
警護隊はもう機能してねえんだろうな。ああ、将軍が外に出るというくらいだ。中、どうなってんだろう。そのうち報道されるだろう。これだけでかい騒動だからな。これから俺たちどうするの？まずはハンマーヘッドだ。他は後で考えようぜ。イリスからも伝言があった。何人かとレスタルムに向かってる。無事なんだ、妹さん。ああ、あっちはどうなってるかわかんねえが。死亡説はありがたい。追っても派手には動けないだろう。帰れないけど、旅はできる。そうだな、行こう。よ、いらっしゃい。天気も悪くて大変だったね。すまない。将軍は？用事があるからってもう出てったよ。じいじにいろいろ伝えてあるみたい。うん、来るって聞いてからずっと心配して待ってたんだ。いつものじいじとちょっと違うんだ。なんだか元気がないみたいでね。君たちはとにかく頑張って。目的はクリスタルと指輪を奪うことだった。停戦の意思は初めからなかった。何騙されてんだよ。バカい。そう簡単に騙されるもんかよ。オートで起きてたのは一方的な襲撃なんかじゃねえよ。あいつは城で戦争したのさ。迎え撃ってやるつもりでな。だが備えちゃいたが力及ばなかったってのは現実だ。細けいことはこれの坊主に聞きな。俺はレギスと顔も合わせちゃいねえんだ。もう何年も前からな。コルから伝言だ。王の墓所で待つだとさ。王の墓所は北西に行ったところだ。途中に集落がある。まずはそこに行ってみろ。司令も持ってんな。これのことか。うん、帝国の奴らと戦った時に拾った。おう、オート製の武器か。そいつをもっと使いやすく強力にしてやろうか。なんだよそれ。改造してやる。改造？車偉人なシドニーだろ。俺は暇でな。よし、とりあえず部品持ってこい。
出入りは制限されているだろう。今中どうなってんだろうね。さあな、どうだろうな。ま、いつかは戻ることになる。そうだな、すぐにとはいかないが。クリスタルないんだよね。取られたっつってたな。返させるし。ああ、必ずな。ここがシドの言っていた集落か。ハンターらしい奴が集まってるな。情報収集していこうよ。好みの品を選んでくれ。また寄ってくれ。ノクティス様、ご無事で何よりです。モニカ、他の奴は？警護隊はほぼオートで、イリス様をお守りして逃げるのが精一杯でした。今イリス様にはダスティンが。レスタルムまでは無事お連れできるかと。そうだ、すまねえな。将軍はこの先の王の墓所でお待ちです。取り寄せられたジールの花が各地で飾られています。オルティシーには大勢の人が訪れ、ご遺体が見つからない代わりにとルナ・フレーナ様が挙式で着られる予定だったウェディングドレスに祈りを捧げているようです。一部では生存を期待する声も聞かれますが、確かな情報は入っていません。ジャンクから肩かき分けて探し出すんだ宝物を。汗でドキドキと油もかけると。またあったね。この辺を回るのかい？もしドッグタグを見つけたら届けてくれないか。休む間もないよな。オート出てハンマーヘッド、王家の墓で休んでいる印象はないな。不死将軍の名は伊達じゃねえか。でも無事でよかったよね将軍。悪運強いって本当なんだな。ん？え？それだけではないと思うが。あんまりバカにすんな王子、あの腕は相当なもんだぜ。他に何の用があるんだろうな。歴代の王にまつわる何かだと思うが。行かなきゃ分かんねえ。
着いたな。これお墓か。将軍は中か。将軍、ようやく来たな王子。で俺は何すればいいって。亡き王の魂に触れることで力が新王へ与えられる。これは魂の棺だ。力を得ることは王の使命でもある。国もねえのに使命か。お前の自覚を待っている暇などない。王には民を守る責務がある。で王子だけ逃がしたのか。バカじゃねえの。王が守るのは息子じゃねえだろ。王子、いつまで守られる側でいる。お前は王の責務を託されたんだ。託したって。じゃあなんで言わなかったんだよ。笑って送り出しただろ。俺はじゃねえか。あの日は王としてではなく父親として息子を送り出したかったそうだ。お前になら、新王になら、この国を民を託せると信じたからだ。勝手なこと言いやがって。これからお前たちは王家の力を集める旅に出るんだ。まずはこの近くにあるもう一つの墓所を目指すといい。王の墓所はいくつも存在するが、どれも危険な場所にある。しばらくは俺も旅に同行しよう。お前たちの実力も確認しておきたい。王家の力って全部でどんくらいあるんだ。墓所に祀られた武器は13あると聞く。だが場所が分かっているものは少ない。所在不明のものについては今ハンターの力を借りて探している。じゃあこれから行くのは。キカトリーク塹壕跡、壕の奥に墓所の存在が確認されている。何か面白いか。冗談だって王子、いい加減大人になれ。俺が出よう。策とかいらねえのかよ。それが策だ。とにかく叩け。こっちにもモンスターいるじゃん。将軍、現役時代と変わんねえな。そんなことはない。
ここでは昔帝国軍との激しい戦闘があった。廃墟となったのをいいことに、今や帝国軍が好き勝手に出入りしている。何か指示はあるか。いえ、余裕でしょ。敵だらけだよ。取れんの。突き進むか回り込むか、多くの手を考える。王子、同行はここまでだ。この鍵を渡そう。他の墓所の扉が開く。自分たちで動いてみろ。力はいくらあっても困らないからな。分かった。将軍は？帝国の動きが気になる。この周辺を探るつもりだ。お前たちは力を備えておけ。しゃ、行くぞ。了解。気をつけてな。よし、行こう。無茶すんなよ。な、見て。扉があるな。ここって何なんだろう。誰か住んでいたようだが。暮らしてたの？戦火から逃れてかもし。お、なんだろう。コード、こっちに伸びてる。何と繋がっているんだろうな。発電機？そうみたいだな。お、かかった。お、明かりがついたな。よかったよかった。すまん、関係っちまった。もうマジ。なんだ。天井、ここで死にたくないな。長居するのはよそう。いなんかあってそう。曲がり角から。ビビりすぎだ。この先に何かありそうなんだよな。気になるか。あれ、確認は。行かないならそれでもいいが。やめとくか。死んだ人の霊がさ、成仏できなくて。ダメだ。
確かこっち。どうした？何かいんの？どうもからかわれてるみたいだな。なあ待って。の。俺が合図するから1、2、3の3で開けよう。ダメだ、鍵かかる。聞いてます？まただな。今度は何？しつこいね。開かないってば。こっちから聞こえた？あれ？どうした？さっきは何もなかったのに。ここまだ行ってないね。そうだな。行き止まりだ。こっちじゃないのかな。なんだ？ちょっと明かり。ノクト、なんか指示ある？適当に頼む。わかんねえよ。油断したな。止まったのかな。仕方ね、先に進もうぜ。これも開かない。またかよ。まあまあまあ、そうイライラしない。お前だって文句言ってただろうが。しつこいね。開かないってば。あ、ここにも。暗くてないと投げにくいんだ。こっちから行けそう。なんかいそうだな。油断するなよ。なんもない。気味が悪い。得意なのあんの？あんまりない。虫ダメだったよな。俺？うん、全然ダメだね。だよな、俺も。大丈夫。
もう少し早めに終わらせたかったな。何あれ、なんだ。昔の王様の力なんだよね。ああ、力を借りてようやく兵力に近づけた状態だ。借り物王だな。言い方、実際さ、使ってみてどう？危ねえだろ。悪かったって。はい、出たか。くたばったのかと心配したぞ。力手に入れたぞ。上出来だ。お前たちに頼みがある。西のダスカ地方へつながる道に帝国軍が基地を作ろうとしている。封鎖線として機能する前に潰せ。放っておけば西への道が閉ざされる。力を得るどころではなくなるぞ。モニカと顔を合わせているな。詳しいことは集落で奴に聞いてくれ。なんて？帝国の基地を潰せってさ。モニカに話を聞く。集落に行くぞ。そういえば道沿いに基地らしきものを見たな。
まずは話を聞いてみよう。だな。とりあえず集落に行くか。お待ちしておりました。将軍から話は聞いております。これが基地の内側へと続く道です。詳しくは地図をご確認ください。比較的安全と思われる侵入路を確保しておきましたので。部下だぜ。オートにいた奴に会うってのはなんか心強えな。将軍ってやっぱ強いんだね。敵にしたくねえよな。ここから二手に分かれていただきます。ノクティス様はこの先で将軍と合流を、グラディオラス様たちと私は敵の陽動を図ります。
じゃ、行ってくるわ。うん、頑張れよ。こっちも人暴れしてくるぜ。俺たちは内側から奇襲をかけるぞ。挟み撃ちにして数を大幅に減らすんだ。軽く考えるな。この力がいつ使えなくなるかわからない。上だ。わかった。大丈夫なのか。過剰な心配は作戦の幅を狭める。まあそうかもな。仲間の足を引っ張るぞ。俺だけでも余裕だし。王子、くれぐれも独りよがりにならないようにな。
将軍も無事で何よりです。大丈夫だったか、そっち。ああ、問題ねえ。任務はしっかりこなしたぜ。いい働きだったと言えるだろう。動くな、侵入者。ルシスのコルか。へえ、よくあの城を抜け出したな。不死将軍って呼ばれるのも飽きたろ。ここで死んで終わりにしちまえよ。うまくいったな。よくやった。なかなかの動きだ。戦い方も手慣れてきたな。安心したぞ。俺はまた帝国への監視を続ける。ではいずれまた会おう。
外の厳しさにも慣れちゃあきたが。世界は広いね。やることもたくさんある。ほんと、まだまだこれからだな。ああ、やはり王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナ・フレーナは逃亡中にて。すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあれば。ひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。湿地帯。チョコボが生息する森もある。来た、チョコボ。さらに先に行くとクレイン地方だ。レスタルムの町がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃないか。確かメテオで動いてるって町だよな。六神の話の。ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へー、なんかすごそう。いろいろ面白いもんがありそうだ。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。俺たちもだいぶ外の道に慣れたな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。
はい、もしもし、イリス、ノクト、無事だったんだね。こっちはなんとかレスタルムの町までたどり着いたとこ。私たちここの宿にいるから、近くに来たら一度合流できるといいな。うん、レスタルムな、待ってるね。イリスか。タグ、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？そこの看板見た？チョコボだって見たくない？おいおい、レスタルムは後回しか？まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。いや、レスタルム先で。了解。じゃあ後で寄ってよ。
どうも。また来てくださいね。お、サニアか。え、知り合い？前にハンマーヘッドで話をしたことがあってな。そういう彼女の準備はできているか。あ、よし、行くか。と一緒に写真撮りたくない？あとでな。マジで？あとっていつだよ。あのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？今のまま好きなように撮ってくれ。そっか、わかりました。
トンネル、すごい綺麗。どんな街なんだろうな。って感じだな。お、ケーブルカー。あれはどこまで行くんだろうな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうだな。ここならホテルもありそうだ。行くぞ。カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用にいくつか買え。結構人がいる。ここが町の大通りになるのか。イースはリウェイホテルに泊まってるそうだ。